仕事をたくさんこなす秘訣はまずボリエさんでもね、本当にね、LINE 早い。めちゃくちゃ忙しいだろうと思いながら、一応な恐縮しながら LINE するとすぐ帰ってくるんですよ。でも、忙しい人ほど LINE の返信は早い。あ、逆にね。俺が LINE して一番早く帰ってくるの、秋元さん。へ、秋元さん多分常に見てると思う。超早いよ。え、もう帰ってきた。相当な速さ。絶対、だから。あんま食べないんですか？そう。あ、だから、仕事をたくさんこなす秘訣は、まず、とにかく、返信はすぐ返す。すぐ返す。例えば、スケジュール調整が必要なことがあったら、うちのスタッフに調整しといて。あ、投げるか。そういうことですね。だからもう自分の中、自分のところにボールを持たない。はいはいはい。ボール来たら誰かにパスする。パスする。パスする。パスするなりな、投げ返す。はいはいはい。自分に、自分に、だから、まあ、行列を作るんだよ。はいはい。急って言うんですけど、急っていうのは行列の待ち行列のことなんだけど、自分のそのタスクの待ち行列を作るんだよ。はいはい。まあ、実際そんな考えることとか悩むこととかないから、はい、悩むっつっても、まあ、73とか64とかで最終的にどっちかっていうのはもう答え出てるんで、はい、もうじゃあ3は切り捨てようとか、はい、2は切り捨てようとかみたいな感じでパパッて決めて、はい、まあ、失敗してもまたすぐこう返すみたいな。だからもうなんか失敗がもうすぐ書き消されてるわけですよね、うん、すぐこう塗り替えちゃうから、うん、だから早いですね。電話はさ、とにかくさ、まずスマホになってさ、スマホいじれないんだよね。まあ、あのスピーカーモードにすりゃいいんだけど、はい、でもたまに電話するときもありますか？ないっす。全くないですか？全くない。じゃあ電話機能ほぼいらない？電話機能いらない。てか欲しくない。それでも電話番号知らないから LINE 電話だよね。やったとしても、なんか細かいディテールとかニュアンスを伝えたいときも LINE の方が早いですか？うん、そうなんですね。俺もうなんか全部 LINE で仕事してる。LINE とかスラックとか。あ、スラックね。僕はまあ LINE が多いですけど、まあ、LINE かスラックが多いですけど、でもやっぱこう細かいディテールとか説明するときに、なんかこう文字で伝わんないなって言ったときに電話で話しちゃいますね。俺なんかもうそこで写真とかをウェブでこう引っ張ってきて、こんな感じとか、はい、しびれ切らして向こうから電話来るときないですか？ない。ないです。あ、俺もう電話出ないって言う。あ、出ないって分かって俺だからもうなんか絶対電話しか知ってこないやつとか、はいはい、出ないもん。ああ、逆にね、めんどくさいから電話とにかくなんかね、とにかくこう同時にやんなきゃいけないから、うん、かけてかけ直してかけ直してみたいな。メールももうやんないですか？メールもあんまりやらない、うん、僕もだんだんメールが減っちゃいましたね、うん、でもいまだに名刺メールじゃないですか。だから日本人って律儀なんで、メールだともう本当にこうお世話になってますから、ずっと始めるとやっぱそれだけで会話が、LINE だったらもうすごいそのまま普通の会話みたいにするところがめっちゃ長くなる。ただな、最近なんかインスタのメッセージとか、はい、ツイッターのダイレクトメッセージとか、はいはい、いろいろ来るようになりました、うん、でももう電話の人はずっと電話だよね。いまだに今、うん、電話で仕事してる人も多いと思いますよね、うん、もう俺は受け入れないようにしてるので、はい、でもそれ決めちゃった方がいいですね。この人電話に出ない人だあとね、めんどくさい人は本当に電話しかない人いる。あ、逆に最初からもずっと電話。でもだから電話持ってない、電話しか持ってないって、うん、そういう人はでもメッセンジャーで連絡する。うん、ガラケーの人いますもんね。はい、スマホ持たない。僕も知り合いのデザイナーいるいる、知り合いの、そう。いや、だから今のこうテクノロジーの中に汚染されたくないと思ってんじゃないですかっていう人もいるし、あとなんか芸能人とかの人だと、うん、なんか LINE がバレるのが嫌だとか、 LINE 流出すぐするじゃん、ね、確かに。あれなんで流出するんですか？あ、だからグループを勝手にグループ作られたりとかして、たパーティーやるときに30人でグループ作るとかやるじゃん、はい、そういうときに連絡先、はい、グループに追加されたら、はいはい、まあ、こっちが受け入れなければ友達にはならないけど、はい、連絡先は知ってるみたいな、はい、だからなんかメッセージが一方的に来るみたいな、来るみたいな。でしかもなんかそれでバレて、なんかタイムラインとかになんか書いてたりとかしたらそれがバレる。